すごくないここ見て。カクレンジャーとかさ、みんな見てました？カクレンジャー。あい、カクレンジャーめっちゃ見ててファンなんですけど、ああいうなんか砂漠みたいなところで戦ってたよな。応援してる？パワーパワーみたいな花火みたいな感じです。なんかすっごい涼しいねんけど、山の中やから。さっきさ、あのクマに注意みたいな看板があって、うわやっべえとか思ったけど、で落下注意って書いてるやん。落下注意、落下注意じゃないわ、なんてやん。落石、落石注意。うわめっちゃ温泉の匂い、卵の匂いする、卵。わかります？その王さんの匂い、サオ？え？何？あるやん、温泉の匂い。黄砂？違う、王さん。あれ？すごいことになってる。ここ水垂れてる。どういうこと？どういうこと？どういうこと？え、なんで？何が垂れてるんこれ？温泉かな？興奮しすぎてちょっとアップなってますわ。さあアップやめてほしい。ここに岩があります。ここは橋です。うわ、なんか髪の毛についたで。滝なん、滝だん、滝じゃん。相手にはオニヤンマがついてるから。うわー、ちょっと待って、綺麗すぎ。見てみんな、見える？あ、トンボも来た。トンボも止まってます。わかる？いっぱいおるやん、トンボ。ここ止まってます。トンボちゃん見えますか皆さん？おお、いっぱいトンボおるけれど、私にはこのオニヤンマちゃんがついてるから大丈夫だよ、大丈夫だよ。蜂がおったって、オニヤンマちゃんが結界を張ってくれてるから大丈夫だよ。めっちゃトンボおる。ここ神聖やわ、神聖なる区域やわ。いや、ちょっと待って、やばすぎ。ちょっと道がやばすぎる。これはちょっと大変や。こんなとこ初めて来たけど、ちょっとすいません、画面が揺れ揺れで。やばい、吐きそう。あ、無理。はい、松ぼっくり落ちてる。石の上に落ちてよう転がらんかったんな。あそこに行くわけですな、多分。知らんけど動画撮らな、登られ。いや待って、あれはかわいそう。アイの荷物さ、持ってもらってんねんけど、これはかわいそう。でもアイゴ見て、ギター持ってるしさ、これも持ってるし、これも結構総重量あるで。15キロぐらいはあると思う、アイキ持ってると思う。あかん、これ急すぎるんだが。あ、無理。おお、ここで諦めて何になる。いつもどんな時も諦めずにやってきた精神があるならば、こんなところでへこたれるわけない。だってすごい、あ、ちょっと待って、すごすぎる。ここやばない？いかなる試練も乗り越えてきたからな、愛嬌は。百戦錬磨の山口愛嬌やから。こんな、うわ、無視。すいません、すいません。やだ、アイドルなのに。やっぱりね、どんな時もね、辛い時だからこそ笑顔でいるというか、元気を届けるっていうのは、私のモットーですね。ヒカキンさんも40度の熱が出た時の動画見ました、皆さん。あ、迎えに来てくれたん？違うわ、荷物か。もう無視も、お兄も全然役立てへんや。うわ、ごめんな、重たいのに。ほら、着いたぜ。もう登山や。この方は後でご連絡しますので。あ、わかりました。クーラーない感じやで、これは。完全に外開けてはったから。ガガ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 、現代人のあやきらからしたらクーラーないのは結構きついけど、でも素敵なこの川の流れの中身ね、とともに。いや、クーラーないでどうしよう、どうしよう。あ、扇風機あるじゃん、扇風機あるやん。扇風機あったらなんとかなるでしょう。扇風機つけます。扇風機つけました。いや、でも涼しいから、まあまあ、そう、涼しいからいいんじゃん。行こうか、もうあれやもんな。ちょっとね、遅なったから、あいきが道間違えちゃって、ちょっと行き過ぎて結構あれやったから、今からちょっとお風呂入ってきます。行ってきます、バイバイ。ここに更衣室があって、なんか女性用と男性用がないからあるけど、ここだ。
日暮れてきた。なんか初めてこんなさ露天風呂に入ったなんか混浴と女性用があって、多分こっち女性やと思うねんけど、なんか入れ替わりになるらしい。女子風呂と男子風呂入れ替わりになるらしいから、もうヒヤヒヤもんですわ。でも気持ちいい。温泉はやっぱいいですね。なんか誰もおらんからさ、ほんまに、はあ、気持ちいい。初めて来たこういう露天風呂。ゆっくり浸かりたいと思います。いい歌なあはは、いい歌なあはは。じゃあなんかすごいタイムスリップしたみたい。こんなお盆でな、テーブルやん普通。なんかすごい素敵。飲み物はないんやな。ちょっと低い部分からすみません。いただきます。ちょっとお吸い物からちょっと。あ、しょっぱ。蒸し味がしっかりしてる、うん、ジュレのやつ先食べようかな。ジュレ、うん、もう見せられへん、ごめんなさい。もう想像してください。これ混ぜてって言ってたな。いただきます。嫌だ、こんなん絶対美味しいに決まってる。ピンとかあんのかい。巻き替え、うん、美味しい、美味しいですね。あれと、待って、うわ、これなんだろう。じゃがいも？これなすび？なすびだよ、絶対ね。はい、もうちょっと落ち着いた。うん、美味しい。なすび苦手。はい。はい。はい、すいません、お待たせしました。じゃあ、お疲れ様、乾杯。よいしょ。飲みましょう。ビール頼んでもらいました。あ、いただきます。仲良くなったおっちゃんもびっくりしてたで、なんか坂どうぞいろんなヒール行ってるらしいね。そうなんや、羨ましいな。こんなんは初めてやってた。うそ、あの22度の坂は、うん、ほんまに止まるかと思って、うん、で止まったら後ろだけでしょって、うんうん、はい、もうほんまに怖くて怖いわな。アイリラもヒヤヒヤやったもんな。うん、山の酒が美味しい。うん、たけのこ、うん、いい湯で酒んや。アイリラ大好きな豆腐、いただきます。全部美味しい。あ、これゼンマイ？ゼンマイじゃん。それかわらびか。うん。え、あれだ。醤油つけるんやこれ。美味しい。うん、美味しいよ。もうあのとは違う。いや、一回比べたいな。すぐ飲んだら飲まるの飲まんねん。まあ、全然ちゃうね、味。甘みが全然ちゃう。甘み、いや、逆に。いい味の渋み。美味しすぎるわ。しかも朝日なんだ、嬉しい。こぼれる。美味しい。旅館はやっぱ美味しいですな。一番びっくりしてる。顔でっか。あいか顔でっか、すみません顔でっか。ちょっとタケノコ食べちゃってんけど、もう全部美味しい。あいかがちょっとあの狙ってんのこれ。お肉も美味しそう。しゃぶしゃぶの肉を食べてみます。牛肉やんなこれな。うんうんうん、肉って感じ。お米も食べます。今日は煮魚。うん、小物プリンが来ました。なんてことだ。あ、美味しい。美味しい。マイギラ今日プリンめっちゃ食べてる。すごいクリームの上にさ、めっちゃ直立に葉っぱ、うん、思わんかった。うん、あ、なんだっけ、バジルじゃなくて、なんだっけこれ、
ミントか。なんか光の加減で。いただきます。お前美味しい。ごまが美味しいわ。滑らかな感じやな。美味しい。もうアイキクラスになったんでミントも食べるから。完食。デラウェイやん。で、あ、甘っ。美味かった。お疲れ様でした。よー入れてくれてます。やさおじゃん。美味しそう。アイキこの明太子美味しそう。やさお優しい男ってことありがとう。 Thank you very much。 いただきます。おはようございます。皆さん、じゃあ朝ごはんいただきます。重たい荷物をこの坂、あー気をつけてや。びっくりした、びっくりした。流れて落ちるんかと思った。うわー綺麗。トンボちゃんもいっぱいおんねんけど、今日この赤トンボマジで可愛い。ちびちびでめちゃくちゃ可愛いんだが。素晴らしい景色やな。こんなことありますか。張り詰めた夢もって感じやな。すいません、ちょっとすっぴんで申し訳ございませぬ。ちょっと後で車で化粧します。今日はお風呂入ってたトンボが手の上に止まりました。2回目です、昨日に引き続き。すごい神秘的。よし行くか。気をつけてください。伝わらんやろな、この綺麗さ。動画じゃ伝わらんと思うわ、この綺麗さ。最高のホテル、あの旅館やった。みんなわかるかな、ここいっぱい飛んでるやん。全部トンボだよ。この子もトンボだよ。すごくない、ここ見て。なんかめっちゃ崖、に照らされてるわ。朝日の旗ぞ朝日の、あ、じゃあ勇みに勇みとく進め朝日の旗ぞのなたらたらら、勇みに勇みとく進めトゥーララララララトゥーララララララ。コオロギがいてた。コオロギじゃない、これ全力コオロギ。ははかわいい。バカかい。